くないよね、これ多分行くんじゃないかな。目元よ、これだってつやめるやめ少なくとも下には止まりそう。うおぉーはい、みんちゃん、ゲームイズミ七木ピージローです。はい、皆さんこんにちは、しろです。というわけで、佐々木小次郎がね、はい、中心化しましたんで、早速ちょっと、イザナミゼロで使っていこうかなと思います。これはまあ、友情出しても強いでしょう。はいはいはいと、そうですね、全敵ではないからね。うん、反射バランスサムライト、アビリティが、マインスイーパー L、アンチウィンド、カミキラー L にゲージでアンチブロックついております。 SS が自強化と反撃モードですね。8ターンの16ターン、うん、友情コンボがチョコレーザー EL と長距離貫通録音消去は6が出ておりますよと。いやこれね、なんか佐々木小次郎のステータス全部小次郎になってらしいじゃないですか。あ、そうなんだけど、なんか知らないけど、うん、攻撃力だけ545らしいです。うん、ヒットポイントのスピードは546なのに、うん、攻撃力なんか545らしくて、あ、ほんとだ、個人なんで541としたの。あ、なんかさ、この攻撃ってさ、そのゲージ5のステータスで今回出るじゃないですか、うん、その攻撃力ってゲージで 1.2 倍した時に、うん、小数点がどんなあれだとしても切り捨てられるんですよ、うん、だから点8とかのものになっちゃってるけど、その切り捨てで545になっちゃったんじゃないかっていう説が出てましたね。あー、強っ。まあ、L はやっぱやばいね、もう。いや、こいつさ、カミキラー L 持ってるくせにさ、捨て高すぎない？ほんとにおかしいんだって、3万あるのやばいって、これ捨て高い、うん、経理書って3万そうだよ、そう、おかしいって、これ3万からキラー L は結構レアっすよ。ほんとに強いと思います。もともとまあ、高い方ではあったのか、うん、進化神かも。そうですね、ステアは別に低くはなくて、うん、当時の波ゼロのなんかあのね、最強キャラとして一応生まれてきて、うん、秒でダルタナにぶっ殺されるっていう伝説を持った女性だったんですけど、一応神かも、うん、最初の方のアルカディアだよ ね、 そうですね、キャラいない人は多分自分らも入れてたとは思いますけど、ブロックつかなかったっすよね。つかなかった、うん、まあ全部ガッチャンコで強くなったっていう、ね、中心化に関しては。で、この子に関しては正直、なんか今回さ、そのフリークって結構もうなんか何一つ弱いっていう人がいないぐらいさ、全部強いキャラが生まれたものだと思うんですよね、うん、モンパとかフラッパとかでもそうだったけど、うん、なんか今回なんかあの使ってみたとかも多分結構パッとしないところしか使えないっていうか、そのなんか使うところが少ないっていう感じのが多いんだけど、うん、これなんか明確に両方とも強そうなところがあって、うん、でこいつに関してはもうやっぱ新アマテラスです。そうなんだね、まあ、うん、今回ちょっと10日過ぎちゃってるんでね。そうですね、言いませんけども、なんでちょっと新アマテラスでね、使ってみるっていうので、やっぱ20日にやっと進化が分かるようなキャラになってるかなと思うんですよね、うん、使ってみた動画はやっぱりね、うん、新アマ使ってたけどやっぱ強かったもんね、相当ね。であとまあ今回一緒に中心化した真田幸村だったりも、うん、そのまあ来るとは確定とは言い切れないですけど、今後なんかもやっぱ串灘ハテナだったり、うん、高難易度でちょっと高火力が必要になるような時に使えるんじゃないかなと思ってるし、うん、いや強え、いや強え、殴りも友情も星5制限の削り方してるんだけども、うん、体神えぐいことなってる。やばいなこいつ。まあそれそうだよね、3万から 2.5 倍って7万ですよね。反撃もなっとくから7万5000とかですよこれ。反撃やばいだろうね、これ殴んなくてもいいんだ多分これさ、うん、多分反撃だけで最後やらない、これある、全然ある。一応これでまあ自強化 1.1 倍入ってますね、うん、で反撃は1段階目は一周続きます。倒しちゃうよこれマジ、倒すレベル。ゲージ抜こう、ギリ倒さないでくんねえかな。あっ、いや強え、マイスエールになっちゃう、 2.5 倍乗っちゃう。あー、まずい。いや今すごい分かりやすい殴りが、全員反撃入れないな多分。あ、でもこれで打って突破して、うん、で俺が次またてかんとかしたら、うん、いい感じになるかな。ドッコンあるよ。いけ、ヒデピオさん動いて切れちゃうのか。どっちだろうね、動く一旦目であるから、うん、これ一旦目で攻撃が来て反撃が全員できれば最高なんですけどね。バーがあるか、バーと、うわ、最悪だそれ、最悪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 、強すぎ
でもこういうことで、まあね、こういけ。地雷。あ、地雷。オアでしょ。あ、でもいいじゃん。ちょっと、うん。反撃した足だな。いや、それはお前。うわー、気持ちいい。気持ちいい、これ気持ちいい、やっぱね。処理落ちしそうだよね、これ。反撃ドボーンは本当気持ちいい。うん、そ、君だから絶対全員反撃受けれるのか、うん、これラスゲリやりてえな、ボンボンボーンっつって。これ強いな、反撃いいね、カネキラー、うん、普通にハッターンで一周入って、これ反撃モード入ってたらさ、イザナミ界とかでも結構置物として普通に強そうですよね、うんうん、ちょっとじゃあ回、はい、行ってみようかね、はいはい、はい、ちょっと極端ですけれども、超絶極端、ちょっとこれで、まあ多分ね、おそらく道中だるい。そうね、ちょっと引っかかり、それは分かりますけど、引っかかっちゃうと、うん、まあでも中ボス、ボスは特攻できる可能性があるんで、うん、いや中ボスボスはマジで特攻だよね、これ反撃だって反撃が、これ2段階目2周っすよね、2周ですよね、16ターンどっかで下る方がいいまでありますよね、うん、楽になるかは分かんないですけど、まあこういうなんか一応適正、まあ、ブロックしかね、このクエストの条件に当てはまったものがないから、うん、ちょっとワープ一応出ちゃってるんで、それでもいけるぐらいこの神キラーでぶっ飛ばしてくれるかっていう、ね、うん、当たりいけなくても反撃でね、うまいことやれる可能性はある。にしても小次郎イラスト良くなったな、小次郎どれも本当むちゃかっこいい、うん、マジで。こちら人気ですよね。こちらも本当なんか人気な感じはすごいする。やっと出てくるか、はい、出てきますよ。もうこっからは知らないっすよ、これ右上、これ右上、これやばいっしょ、これいいっすか、え、これ当たるだけでいくよ、撃つ、いや撃つないよね、これ多分いくんじゃないかな、目元よ、これだって、すげー、やべやべこれ、でこれだよ、これが見たかったんだよ、これやばいぞ、下もいるよ、これ下いるよ、一体これさ、さすがになんか対抗棒のランページとかわけが違うな、わけが違う、だってボスだもん、ターゲットが、うん、当たるの無理すぎ、これ当たれないか、さすがに下はゲージ切って左行けばワンチャンありますね、あー、ゲージ…本当だ、になってクルクルしていつか当たるんじゃねっていう話ですね、少なくとも下には止まりそう、ナイス、うわー一体でいい、一体一体でいい、え、これもう攻略も変わりましたね、うん、え、これは結局持ってくんじゃないの、いや、いや、これは強いわ、これ変え関係ない、多分これ、え、全然間に合う、間に合う、攻略間に合ってない、間に合う、うん、そう、こっちの殴りの方が俺じゃん、うん、いいよこれ、ちょ、切った方がいいか、切って、いや、いやこれ強えわ、対神の期待値がやばすぎる、誰かしらだってさ、レーザーとか当たり位置いるもんね、うせ、ん、す打ってないもん、さっきと言ってた、打ってない、打とう、これ打ちます、ありあり、あ、いやこれ強えな、下行け下行け下行け、下行け下行け、こいつしばらく攻撃してこないからさ、最初の方あー、超や、やばいっしょ、あれめっちゃいいっしょ、あれ反撃されるみたいな、えぐいわ、あれ来た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 、あ、でも当たりやすくなってね、一応みんな反撃入っていいんじゃないの、そんなにいくかも、うん、2周目いらないでしょ、これ大丈夫、下当たったら終わりだな、どこ行った、どこ行った、あ、バンバンか、ああ、加速するする、あ、加速処理、オッケーオッケーオッケー、 あ、もうこれ攻撃された方がいいまである、これやばいぞ、え、これ横返し、これ真横じゃない、忌憚で終わったんじゃない、これ、あ、終わるか、忌憚か、あー、さすがに、でも今、でも一体のいいのはまあ、アップしてるとはいえ、レビュー上がってる、倒します、ほい、いやー、これ強いな、何攻撃見ない、しかも攻撃見ないな、なんでこれゴミついてんすよこいつ、キランキラン、なんかそれもう見つけたの俺、これ
こいつだけ2段階あ、そう、一周で返すの、うん、普通に。いやもうねダメっすね。いや強い。いやそれ左でシャカシャカなってのでかいよ。左でよ長いね、アフコロって若干そっか。いやこれ強いね強い、うん、対神文句ないですね。これだったら光属性とか闇属性でも神だったら連れていくかもね、うん、いける、うん、これはこの神キラーだったらいける。やばそう、これ横貫していいですかこれ、うん、ゲージャスしたら終わりそうだけど。あー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 いやいや言ったっしょ、キラン。おかしいことない、おかしいおかしい、回復が回復と回復と反撃が勝負してる。いや結局こんな回復してるやばいね、こんなここでえぐいな、あれやっぱ改めて回復するなしすぎだろ、回復。でもザコシじゃなくてこれ勝ちますよ、これ、うん、いつかこれ攻撃力が高くなる。あそこワープあるんだ、やばい。一体ず反撃が切れてるから、はい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 、負けてる、火力負けしてる。いや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 、シャ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 、何しないしない。負けるってこれ回復負けするよ。でも一体タネコだったら全然ダメ。はいはい、あ、あ勝った、仕切れてない、回復してない、挟まってる挟まってるよ。はい、あーいや、これさ、ね、楽だったね、楽だった、うん、あのなんなら普通に早いまであるんじゃないですか、うん、これ振り切っちゃった方がいい説あるね、うん、ここはやっぱどうしてもね時間かかるとき時間かかるから、うん、ちゃんと雑魚処理しなくていい手順もここで踏めるんだったら、それこそ一旦今だったらさ、カリバーだったりちょっと前だったソロモンだったり、あの、うん、雑魚処理とかカイトとかね、うんうん、ちゃんと入れといて、入れといて、そうだよね、うん、でこのあとボス入ったらもうやっちゃう方がいいみたいなのありそうだよね、うんうん、これで悪く組み合わせは超強いだろ、ね、バランスしっかり取るんだったら、うん、いいじゃん佐々木。いや小次郎はこれ大超いい重心化じゃないですか、うん、もう新山も約束されてて、他の神木なんとかも現状既存のところでも、うん、まあ、使えて、これは強い。だって今までさ、この麻酔 L アンチインドアンチブロックでこの神キラー L のところが、うん、まあ、アンチ魔法陣になって、うん、新山頑張ってたわけじゃないですか、うん、そこに急に 2.5 倍出せるやつできてみやべえことになっちゃうよこれ本当に。 SS ね回り出したらもう、うん、だって麻酔がさ倍率高いってだけで結構評価されてるじゃないですか、うん、だから一発重いもんね、うん、そうだよね、大事だから本当それ張ったんでって反撃もしてくれるし、うん、かつうん、強いでしょうね。強いね。文句ないでしょうね。なるんだろうな。うん。マイスイ、マイスイ、うん、16。まあ、ノストラちゃんがいた気がしますね。うん。ノストラ、まあ、ミロクか。あとは。ね、勝てないね。その辺と組み合わせて。はい。これ勝ったですね。他で言うと、ちょっとさすがに勝てないかな。今だと、その友情で言ってもサラスがいるし。うん、うん、まあ殴りで言うとやっぱノストラミロクにちょっと勝ってこないかなっていう感じはしますよね。多分本当神以外では多分選ばれづらいかな、うん、ね、正直なところ言うと、ね、そうだね、神以外だとちょっときついかな。マジで他もむっちゃ強いから、他が強すぎるかな、うん、まあそれぞれ多分役割はあるとはね、うん、思うけど、まあそれこそ神以外でなんかあるとしたら反撃モードとかもしかしたらね、なんか刺さる可能性はあるかもしれんけど、うん、うん、まあ、十分強かったね、うん、強かった、うん、文句ない、うん、マジで文句ない、ね、あとはね、それこそさっき柴さん言った通り新山が来て20日か、うん、20日来てみんなもね多分うわーっていう感じにはなるとは思いますんで、ね、うん、あれはこれはコメント欄ありましたらぜひよろしくお願いします。いやでも本当にイラストがマジでボールでもいいし本当にいいよねって人は、うん、いいっすね、ちゃんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回もゲームラジオ5からお送りました、ダネキピルチロでした。シュウでした。ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録わかりますわかりますこの君もなくなっちゃったからわかるよわかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、教えてあげます。